大阪府枚方市にあるビルの一室。真剣な眼差しで農業について学んでいる人たちがいました。 JA 北河内が主催している農業塾アグリスクールです。農業を基礎から学び、農産物を安定的に出荷できる農家の育成を目的に始まり、28年度は17人が参加しています。この枚方につきましても、都市農業というところでありまして、やはり農地が減少していると、その中で新たな担い手というところを作ることによって、いわゆる農業の継続維持というところもやはり必要な事業であるというところで考えております。自分の作った野菜が売れるところまで技術高められたら、もうそれが最高ですね。作る喜びとそれから販売する喜び、両方味わっていただきたいな。アグリスクールを卒業し、本格的に農業をスタート。農家として実績を上げている方たちがいます。この日は朝市を開催。自慢の農作物を販売していました。なかなか早速すぐにはうまいことできへんかったですけど、やっぱりちょっと今年ぐらいになったら先生に教えてもらったことを、あ、これやこれや思いながら、まあ、頑張ろう頑張ろうやってます。はい、玉ねぎ、玉ねぎ、玉ねぎ、あの基準を住んでおります。アグリスクールでも一番上の方でした。でも年行ったら楽しいようになりまして、行ってからね、世話するのが楽しいです。くるくる田んぼを回ってね。農業の活性化を目指す JA 北河内では、地域の子どもたちに向けての取り組みも行っているんですよ。それがキッズ農業体験教室、ワクワクアグリンタイです。見てください、たくさんの子どもたちが参加してますよ。私も一緒に体験してきます。どうやったらいいかな。持って反対、結構厳しめですね。切る、自由に切っていいの。ガガガガガって おい、取れた。これ一個一個取るのは楽しいっちゃ楽しいんですけど、これ全部って考えると結構体力いりますよね。しかもこのかがんでの作業ってむちゃくちゃ大変ですよね。すごい、もう淡々と仕事をこなしてる職人さんみたいな感じですけど、しんどいなとか思わなかったですか。楽しい。この日は野菜の作付けも体験しました。子どもたちにこの農業の体験をさせる目的って何ですか。そうですね、子どもたちに、農業体験を通じて、いつも食べてる食べ物がどうやってできてるのかですとか、しんどさであるとか収穫した時の喜びを感じてもらって、この地域の農業、また地産地消なんかを学んでもらえたらと思ってやってます。自分たちで植えた分を自分たちで収穫するという形になってます。いつ取れるのかっていうのがね、楽しみにしてくれてるとは思うんですけども、これね、体験したらお米がいただけるっていうのも。そうですね、今日刈り取ったお米を精米した分で、自分たちでお米を炊いてご飯にして食べます。喜んでるんですか。大変喜んでます。そうですよね、はい、親御さんもきっと助かると思います。野菜もいっぱい持って帰ってもらいますので。大阪の農業頑張ります。枚方市をはじめ片野市などの北河内地域では、昔から伝わるレンゲ農法でお米を栽培しています。私初めて聞いたんですけど、どういう方法なんですか。昔は田んぼによくレンゲが咲いてたんですけども、はい、今はレンゲを、種をまくんですね、はいはいはい、秋に種をまきまして、うん、で春に咲かせます、はいはいはい、でこの咲かした、レンゲを肥料にしてお米を作るというふうな農法がレンゲ農法と言います。それをすることによって何が違うんですか。はい、まず通常のお米を作るにあたって使用している肥料であったり農薬であったりというものを半分以下にすることができるんですね。で、お米の甘さも上がりますので、大変おいしいお米ということで好評いただいてます。だから
安全安心のエコレンゲ米なんですね。はい。でまたこのお米は大阪のエコ農産物にも認証されてまして、今年大阪府知事賞の方も受賞させていただきました。すごいじゃないですか。これは JA と生産者組合の皆さんの尽力のおかげで受賞させていただきました。学校給食でも提供されている安全安心なエコレンゲ米、幸せのレンゲっ子、去年4月からパックご飯としても販売されているんですよ。早速いただいてみます。うん、おいしい。すっごくもちもちしてて、しかもやっぱ甘みがあるんですね。美味しいです、うん、これがレンゲの粉です。確かにちょっと甘みもあってでもちもちしてて、はい、美味しいですね。ありがとうございます、うん、白ご飯だけなのにどんどんいっちゃいますよ私、うん、美味しいです。